どうもかげやんです今日はですね自己責任思考が大切ということについてお話ししたいと思いますこうね、えー、物事がこう順調にいってる時っていうこう動いてこう言ってる時に関してはですね、えー、何もそういうことを考える必要はないんですけども物事がこううまくいかない 状態、えー、今僕がちょっとね、えー、苦戦してる、えー、商売商売というかそのねお仕事でこう商売ですよね、うん、それがちょっとこう苦戦してる状態ではあるんですね。あのー、で苦戦してる状態でですねでそこでそれをこう例えばコロナのせいにしたりとかね、えー、まあ、コロナは影響 僕らの業界はあまり影響がないのかもしれないんですけどもそれを例えばその環境のせいにしたりとかそういうことをしだすとですねやっぱそれは、えー多思考ですね、他人の責任に持っていってるっていう思考になるんですけどもそういうことをするとですねあ,のあまりこううまくいかないな。 いう,ふうに思っております。それよりもですねええー、原因は自分にあるというところをこうベースとしてこういろいろ考えていく動いていくっていうことですねでそういう思考を持っていった方がですねえー、うまくいくいかへんはまあ別としてもですねえー、すっきりしますよねそのでその 自分が、まあ、悪いといととうことはなくてもですねそこは今はちょっとそのうまくその例えばリズムに合ってなかったりとかですねその、えー、世の中の動きに例えば合ってない時やっぱり耐える状態ちょっと我慢する状態であったりとかですねで、えー、やるべきことをやっぱりしっかりとそういう時もやっていくということとかですねで僕の場合昨日ですねその、えー、大先輩に、えー お会いすすることがあってですねそこでちょっとこうあのヒントというかねありがたいそのアドバイスを頂い,いてですねそれをこうもう実行していって、まあ、日曜日ぐらいからはその形が取れるというところでそのやっぱりそのウォークまあおとなしくうまくいってない時はおとなしくしといた方がいいっていうところはあるんですけどもその基本的にはその。 大きく動くということはしない中ででもですねその人に会うっていうところはこうしていってもいいんかなと思ってますで、えー、休みの日だったんですけどその人と会うことによって、えー、大きなヒントを得ましたね昨日はだから、えー、昨日休日やったんですけどもその、えー、木曜日ですね木曜日の休日にですね 何人かこうお会いした時にですねあの大きく自分の中でこうヒントを得ましたいろんなことでヒントを得ましたでこれはあのどう考えても自分にとってプラスになることであってほんで、えー、こういうふうに考えていこうかなと思ったことをちょっと言ってみると相手の反応を見てその人たちもその。 何人かあっその相談してくれ相談乗ってくれた人なんかはその客観的にいろんな商売のことを商売の人を見てはるんで客観的に僕にこう言っていただいたんですけどそういうことからしてその一旦こう。 大人しくく待っってててててるんじゃなくて動いいてみてどうかっていうかのをこう例えば動かなければ何も変わらないけどもその動くことによって何かが変わる可能性があるからやっぱそこは動くことは別にその間違ってないような感じでこう言っていただいたというところでどっちにしろそのそういう方向へ行こうかなと思ってたことではあったんですけどもその後押しをこうしていただいたかなと。うん、自分分で多分やっ てたと思うんですけど具体よりこう具体的にちょっとこう自分の中で頭の中でこう整理することができてそっち側動こうかなとあとはちょっとお客さんに、えー、聞いてみるというか、えー、聞いてみてですねどういうまあまあ あのどういう反応をしていただけるかっていうところをこう、えー、見ていってそっからまたこ動いいいていくというそのとうこころですねそ,のそ,うですねそこがどうかっていうところで,で、えー、もう一人の方で言うとそのお客さんのためにもなるし自分のため、えー、自分を守るためにことにもなるしお客さんを守ることにもなる、えー、で最終的にその家族もその結局守ることになるかなと、えー、いうこと ををするたたためのここととと教えていただいたといだうところでですね、うん、その結局そのそういうものっていうのは結局自分が動いて何かこうねたまそれヒントを得ようと思っていったわけじゃないんですけどもそこで大きくこうヒントヒントヒントというかも,うものすごい大きいことですねこれからそのやっていく上で大きなことをいろいろとこう教えていただいたと。 で自分では気づけなかった、えー、まあ一人の方は女性やったんですけどやっぱ女性ならではのその、えー、目線というかそういうところの気配りをされてて僕はそこまで、えー、大きく考えてなかったことがやっぱりそこを敏感にこう考えてはったということですね。でそれは確かにそのお客さん目線で、えー、考えるとですねその方が絶対にいいし、えー、僕がそこまでの気遣いに至ってなかった。 ったたたんんやなとといううここを気づかかされたんでですすごく良ったですよね、うん、だからそのいろんなねこううまくいかない時にそのまあえ他責思考ですね他人の責任にもこう持っていくのはえ簡単というかそのその時はちょっとそのえ自分を納得させるためにそうやって思う。 よようになななるかももしれれれいいんでですすけどそれは結局何もこう生まれないですよねやっぱり自,分自己責任ですね自己責任志向になってですねなんとかそこを突破していくためにやっぱ動いていくということがやっぱ必要になってくるかなとでそのためにこう自分の中でこう大まかというかぼやっとこう考えることをちょっと、えー、相談した人に伝えるとですねそのことに対してはこう。 答えをいただくことによってまた家帰ったりしていろいろ頭の中で考えた時により具体的になってそしたらこうやって動いてみようかとでどうせ動くのであれをより確実にしたいねこういう準備をしてそこから動こうかなという、えー、具体的なそれとお客さんのヒアリングですねをしていったところで,で結果が出てくるとか,かなと動き方がこう出てくるかなというふうに感じています、うん、だから、うん、そうですね その他人のせいにしていってはそれは生まれなかったんですよね自分が動くことによってその生まれたことかなと。 でやっぱりそういうふうにしていく方がですねやっぱりその結果結びついた時にねやっぱり喜びもこう大きくなりますしだからそういうことでその自己責任思考自,自責思考ですねこれをね身につけるっていうのが非常に大事でそれをね、えー、身につける時は自分がこうピンチな時っていうかこう,うまくいってない時にそれを発揮させるんですねそこがこうその人の価値というかそこをどういうふうに考えるか。えー どんだけ不利なものをこう潰していくかっていうか、えー、それを突破していくかっていうかほんで、えー、人生っていうのは困難なことを乗り越えてこそその人生というか、えー、そういうところでもあるんでですね、えー、やっぱり自己責任思考っていうのがこう大切になってくるかなとそれをだから僕もやっぱりそのその時の感情によってはねやっぱ、えー、他人のせい環境のせいにこうしてしまいがちなんですけどもそこをやっぱり。 ちょっとそうなってもう触れふそっち側に触れたとしてまた戻ってきてね、えー、自責思考の方に持っていってですねほんでこう突破していく、えー、それをこうやっていくそのことによってやっぱりその後々あ,あ,あれでよかったんやとこうなってきますよね、うん、そういう道筋ができているそれとですねそのやっぱりそのしんどいことっていうのはやっぱり経験しておく必要があったのかなと思ったりもしてますそれを経験することによって で後々うまくいった時にさらにまたこう大きな壁が出てきた時にまたその自分がうまくいってない時の自分の行動がですねまたそのその時に役立つと結局こういうことでうまくいったというかその成功体験じゃないですけどもそういうことをこうしていくことによってこの突破できるようになると、うん、だから大きな壁であろうが小さな壁であろうがその突破するやり方というのは基本的には 一緒ででその大きさが違ううだけというといころですよねまあということで、えー、自己責任志向の方がいいということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。